くの大好きな中吉だにゃ。京都って本当に不思議な街だよね。タイムスリップができちゃうんじゃないかって思ったよ。にゃにゃ、お寺もいっぱいいて楽しかったにゃ。鳥居くぐったとき、確かに別の世界に行っちゃいそうだったにゃ。本当だよね。お着物着たりしたかったな。ゆめちゃん、舞妓はーんになってみたいって言ってたね。いろんなところに行きすぎて時間なくなっちゃったね。夜のお風呂も大きくて楽しかったな。みんなでお風呂入るとつい長風呂しちゃうよね。ペコくん、あさひくんたちも一緒にお風呂入ってて楽しそうだったみゃ。そうだったね。それでね、私あの夜不思議な夢を見た気がするんだ。みゃみゃ、どんな夢？私が赤ちゃんの時の夢。ドリーミーコンパスで夢シンクロをした時、マイラちゃんも赤ちゃんの時の夢見てたでしょ。私もそんな夢を見た気がするの。キアちゃんのお世話してると、私が赤ちゃんだった時、パパとママがこうやってお世話してくれてたのかなって思うよね。キアちゃん可愛くて、いっぱいお世話してあげたくなっちゃうにゃ。ユメちゃんと友達になってからいっぱい一緒に遊べて、毎日とっても楽しいね。キヨちゃんもそう思ってくれたら嬉しいな。ユウちゃん、私もそう思うよ。またいろんなところに遊びに行こうね。うん、いつかレイくんの大好きなパリにも行ってみたいよね。おいみゃ、花の都みゃ。でもその前に、まずはキヨちゃんのドリームパートナーを探してあげなくちゃ。いやー、ユメちゃん大変みゃ、忘れてたみゃ。え、なになに、ミョちゃん。もうすぐキヨちゃんのミルクの時間だよ。早く準備するみゃ。あと午後は、お空の上のお城でみんなで遊ぼうって言ってたみゃ。そうだった、大変。まだ何もお出かけの準備してなかったね。これで応募は完了だよ。お電話してくれてどうもありがとう。プレゼントに当たったお友達には係の人から電話がかかってくるみゃ。楽しみにしててね。私たちのお話が途中から聞こえてきたお友達はこのまま待ってると最初から聞けるよ。あれれ、そういえばゆめちゃん、どこで枕投げするんじゃなかったの？楽しみにしてたのに、すっかり忘れちゃったみゃ。決まった。そうだよ、常盤ちゃんに枕投げの極意を伝授してもらうはずだったのに。じゃあじゃあ、この後お空の上のお城でやってみるみゃ、見るみゃ。さあね、早速準備しなくちゃ。それじゃあ、私たちはキアちゃんのところに行ってくるね。最後はみんなで一緒にあの言葉でお別れだよ。みゃーん、せーの、ワンツーくるっとジャンプ。それで今日もみんな希望ワクワク夢キラキラ。